ていうの？バドミントン。さあ、ちょっとバトルスプラッシュ、サンスプラッシュ、月火金担当、千葉の人と水木担当、神奈川智がガチでバトル。今週はかき氷対決ということでございまして、かき氷を作ったりですね、早く食べたりですね、本当に大変でございましたけれども、かき氷を作る対決の方は、残念なんですけれどもね、全然かき氷機が回らないっていう状態に陥りまして、私、島信彦、測定不能。神村智世も測定不能っていう。まあ、1分間に8センチまで行けたらよかったんですけどね、1分間過ぎちゃうっていうね。なんとも残念な感じでございまして。多分それを受けてなのかな、引き分けが非常に多かったと思うんですけれども、三条市のハゲジーさんも引き分け。あいつ早食い対決の YouTube 笑わせてもらいました。智世すごかった、笑いました、といただきました。ぜひ見てください。サウンドスプラッシュにアクセス。じゃあ、かき氷早食い対決の結果でございますが、こちらが神村智世が食べて残したもの、こちらが千葉の人が食べて残したものですね。じゃあ、開けてみましょう。ドン。ドン。あ、これは一発で分かりましたね。はい。ということでございまして、かき氷早食い対決は神村智世の勝利。ラジオなのに一目瞭然。でも、まあ、タッピオさんな気はするけど、やっぱトモセの方が早いんだろうな。いっぱい食べてました。ということで、トモセと、予想していただいた方の中から抽選で3名様に三重粗品を送らせていただきますので、首を長くして待っていてください。あ、でもいいですね、いちごかき氷、すごいいい香りがしますよ。後で食べよう。まあ、クーリングアクションですから、暑い時はね、冷たいものを召し上がるのもとってもいいですよね。体内から涼しくなっていきますんでね。来週はですね、まあ、せっかくなので、何か飲んでる時に遊べるものなんかやっちゃおうかなと思ってますんで、飲み会で人笑い起こすものとかね、何かそういうのがあればいいなと思ってますが、以上、千葉とバトルスプラッシュでした。ありがとうございました。